はい、2月1日月曜日ですね、ファジース理論の、第2回目ということですね、やっていきたいと思います。前回はですね、ファジー理論の概要ということを、話していきましたけども、今回はですね、ファジース推論、について、特に話していきたいと思います。はい、まずですね、ファジー推論なんですけども、推論っていうのは基本的にその if then で表されるルールを用いてですね、結論を導くってことを推論っていうんですね。で、ファジー推論の場合はそのルールがですね、x is a and y is b, then z is c、こんな感じで書いてるんですけども、どういうこと、何が違うか、この if then のその普通の推論とは何が違うかというと、この ABC がファジー集合なんですよね。はい。で、例えばファジー集合なんで、暑いとか、寒いとか、早い、長いとか、早いとか、大きいとか、そういう、なんて言うんでしょう、漠然としたもの、曖昧なものが、この ABC に入るんですよね。で、ファジー集合、普通の、推論の場合はそのファジー集合じゃないんですけども、じゃあ例えば何かって言われたら、偶数であるとか、素数であるとか、3より大きいとかね、ですね。はい。要は、その素数であるとかっていうのは、その素数であるかないかっていうのは、1か0、つまり、はっきり決まるものですよね。偶数か偶数でないかも。例えば3は偶数でないですよね。ちょっと偶数みたいな感じはないですよね。つまり0、1、2値しか取らないってことなんですよね。一方で、この大きいとか長い、例えば暑いはですね、25度は暑いか寒いかっていうふうに、暑いかそうでないかですかね、という考えたときにですね、それはその100%暑い、かって言われると分からない。人によるんでね。はい。そういう漠然としたものが、ここに入る。そういうものをですね、そういう、こういうルールですね、をですね、持つようなものをファジー推論と言います。はい。で、この x is a はですね、なんで、x が a に属するっていうことなんですよね。例えば、ファジー推論じゃない場合ですね、3は素数であるっていうものが入るとすると、その3が素数に属してますよ、素数という集合に属してますよっていうことですよね。例えば、そういうことですね。ファジー推論の場合はですは、えー、ですは、えー、では、えっと、例えば25度は暑いっていう場合は、その25度っていうものが、その暑いというファジー集合に含まれてますよっていうことをですね、言ってるわけです。はい。ということなんですよね。はい。これがファジー推論のざっくりとした説明ですね。で、ちょっと少し例を考えてみたいと思います。例えば今回、じゃあ X に気温が入りますと。で、Y に湿度が入ると。で、Z が運動時間だとしますと、ルール1は、例えば気温が高い&湿度が高い。if ですね。はい。あとですね、少し忘れてましたが、この if のところですね、条件のところですね、これを前見文、前に来るので前見文と言います。で、前の後はですね、結論の方なんですけども、後見文と言います。で、今回前見文が気温が高い&湿度が高いだとしますと。で、後見文は、そういう場合は、運動時間が短いといったふうな、ルールですよね、具体的に言うと。で、もう一つ例を挙げていくと、気温が普通で湿度が高い場合は、運動時間が少し短いといったような感じで、ルールを定めていくということですよね。で、これは、少しあれなんですけども、その気温、湿度に対するファジー集合が、低い、普通、高いの3通りならばですね、ルールの組み合わせは最大で 3×3 の9通り考えられるということが言えます。これはそんなに重要ではないんですけども、でもそうですよね。
この前にある、条件1とでも言いましょうか。条件1が3通りで、条件2も3通りならば、その別の組み合わせは9通りになりますよ。つまりルールは最大9個作れますよっていうことなんですよね。これの言いたいことはですね、9通りが大事とかではなくてですね、このファジー集合が、3通り、ならば、今回、3×3 で9通りだったということ。で、それから言えることはですね、このルール、条件ですね、条件の数が例えば今回条件、2つなんですけど、3つだったら 3×3×3 の27通り、4つだったら 3×3×3×3 の81通りっていうふうに、条件の数、全件分の条件の数に、指数関数的に増加するってことですね。例えば、条件の数が N 個、今回2個なんですけど、N 個だったら3の N 乗っていうふうに、条件の数に比例して、指数、伴ってですね、指数関数的に、ルールの、すべての組み合わせが増えていく。なので、そのルール、条件ですね、条件の数っていうのは、あまり増やさない方がいいということを、言いたいというところですね。で、実際に、このルールはこれなんですよね。で、実際、その推論する部分、つまり、このルールを用いて結論を出す部分っていうのはどういうところかというと、気温ですね、そう、気温とかがですね、具体的に数字が与えられるということですよね。こういうルールがあって、じゃあ今、この25度ですよっていうような場合に、25度、湿度70%ですよっていう、これ現実ですね。で、そういう場合に、運動時間は、どれぐらいがいいだろうかっていうのを、このルール、を用いてですね、考えることができるっていうことですよね。で、このファジー推論の何がいいかっていうと、例えばファジー推論でなければ、例えばここっていうのは気温が25度以上ならばみたいな感じになりますよね。で、そうすると何が問題かというと、今回気温25度なんですけども、24.9度であればこれ当てはまらないことになりますよね。0か1なんで。当てはまらないと。普通に入るかもしれない。普通に入りますよね。24.9度なら。で、25度になった瞬間に、こちらの条件に来るっていうことになりますよね。例えば、こちらが25度以上っていう条件ならば。そうすると、0か1だとですね、やっぱりちょっと変わるだけで、そのルールが大きく変更するっていう、ルールが全く変わってしまうっていうところが、やっぱり問題かなというふうに思いますね。例えば、これル、あのクーラーの例を例えば考えてみればですね、30度を上回れば、クーラーがつくっていう、そういうシステム、そういう、クーラーがあったとしましょう。そういう時にですね、29.9度はつかないと。で、30度になった瞬間つきますと。で、ついて、1分ぐらい経って29.9度になったと。で、そうすると、そのクーラーが消えると。で、29.9度で、1分ぐらいまたほっといたら、30度になって、またそのクーラーがつくっていうふうになると。そういうふうなことを繰り返すと、やっぱりおかしいですよね。1分ごとについたり消えたり、ついたり消えたりするっていうのは、おかしな話で。なんで、そこはそのクーラーを強めるとか弱めるとか、そういう操作が必要だと。そういう操作を行うためには、やっぱりそのファジーの集合で表されるようなルールっていうのが、やっぱり重要で、不可欠になってくるんですよね。で、これがファジー推論ですね。で、これから具体的な推論方法について話していきたいと思います。
で、まず、まあ、基本的に、まあ、今回話すのはですね、2つですね。1つ目が、マムタニ推論っていうのがあります。まあ、もう1つが簡略化ファジ推論っていうものなんですけども、まずマムタニ推論っていうのはどういうものかというとですね、まあ、これから、まあ、具体的に、話していくんですけども、例えばルール1、気温が高い、湿度が高い、が if、気温が高い&湿度が高い、全、運動時間が短いっていう、まあ、ルール、先ほどのルールですよね、を考えたときに、で、まあ、今回はその気温が25度、湿度が70度のときに運動時間がどうなるかっていうことを考える推論をやっています。はい。で、まあ、今回気温25度なんで、まあ、この、この高いっていう、そうですね、メンバーシップ関数と呼ばれるものですね。メンバーシップ関数、まあ、前回やりましたけども、何だったかというと、今回まあ気温が変数なんで、気温という入力に対して、例えば高いであれば、その高いの帰属度ですよね。どういうことかというと、30度ならば、このメンバーシップ関数で言えば帰属度1、あ、適用度って書いてますね。適用度1なので、その要は、まあ、完全に、まあ、高い。いう感じですね。30度以上ならば、例えばじゃあ25度、25度ならばどうかというと、まあ、高い、まあ、おおむね高いみたいな感じで、まあ、適用度0.875ですか、おおむね高いって感じですね。はい。要は何が言いたいかというと、まあ、この斜めになっているところが、まあ、ファジ集合らしいところで、その高いか高くないかの二次じゃないってことですね。普通の、集合、クリスプ集合ならば、30度以上ならば1、30度以下ならば0っていうふうになってしまうんですけども、まあ、そうじゃなくて、この斜めのところですね、まあ、グラデーションって言ったらいいんでしょうか。まあ、そういうそのところがあるっていうところですよね。なんで、まあ10度になればさすがにその気温っていうのは高いとは言えないっていうふうになるんですけども、その間は、まあ、その0から0以上1以下のまあ実数で、そのどれだけ高いかっていうのをまあ表現しているということになります。で、まあ、今回25度なんで、その適用度、どれだけ高いかっていうのが、まあ、0.75っていう数字になっています。で、湿度70%ですね。70%だと、今回、まあ、適用度0.66、高いっていうところの、適用度0.66になっていますので、でですね、まあ、この条件部2つのですね、適用度の、小さい方を取るっていうことをします。で、0.75と0.66なんで、まあ、小さい方は0.66ですよね。はい。で、まあ、こちらもですね、メンバーシップ関数で、運動時間が短い。例えばこの図で言えば0.5時間以下だと、まあ確実に短いと言える。で、まあ、0.5時間から2時間の間が、まあ、そのぼやっとしたところですね。ぼやっとしたっていうのは、まあ、要は、まあ、短いか短くないかっていう、まあ、2つの、日ではなくてですね、その間を取るというようなところ。で、2時間を上回ると、まあ確実に、まあ、短いとは言えないというふうな、まあ、メンバーシップ関数になっています。で、まあ、これのですね、まあ、0.66を取るということですね。で、min を取って、まあ、その min の下の方を、縫っていくというふうになります。まあ、縫っていくというか、まあ、ここが範囲だということですね。まあ、とりあえず、まあ、説明はまあこの辺でということで。次、まあ、ルール2でいきます。まあ、とりあえず、まあ、何をやっていたかというと、その2つの適用度を考えて、その最小値を取って、その最小値以下の部分を、まあ、その範囲とするっていうことですよね。で、ルール2は気温が高い、湿度が低い、練習時間が長いということで、まず気温が高いは先ほどと同様の、まあ、0.75ですね。一方で、まあ、湿度が低い、まあ、今回低いなんで、まあ、先ほどの図とは逆ですよね。大きくなればなるほど、湿度が高くなればなるほど、メンバーシップ関数、低いに属する、まあ、適用度ですね。適用度は小さくなっていくというふうになります。で、先ほど、まあ、0.66だったんですけども、まあ、今回の湿度70%が、まあ、低いに属する適用度っていうのは0.33になりますね。で、まあ、0.33と0.75、まあ、どちらが、高いかというと、まあ、0.33になるわけです。で、0.33、
ですね。で、0.33がまあ低いのでですね、0.33の方が小さいので、まあ、ここに線を引いてですね、まあ、それ以下を領域としてやるということになります。で、これをですね、まあ、ルール3、ルール4っていうふうにやっていく。まあ、今回ルール4つになっています。なぜなら、先ほどはですね、まあ、ファジ集合がですね、低い、普通、高いの3通りだったんですけど、今回まあ2通りにしてるんで、まあ、2×2 の4通りということで、まあ、ルールは4つになっています。まあ、最大の、すべての組み合わせで4つですね。はい、まあ、これも同様に、行うと。で、まあ、このルール1から4のですね、貢献部。この貢献部ってこっちですね。右側の1つです。この貢献部の、集合の和、つまり、まあ、これらの、まあ、赤い部分を合体させるということですね。それを求めてその重心を出すと。で、その重心の運動時間が出力となるというふうになります。まあ、どういうことかというと、まず、まあ、4つも出してないんで、まあ、ルール1とルール2の和の重心を出してみますと、まあ、こんな感じですね。まあ、ルール1がまあこちらですね。で、ルール2が先ほど出したこちら。で、先ほどのまあその赤く塗ってたところが、こちらがルール1で、こちらがルール2なんですけども、まあ、それの和なんで、まあ、どちらも含む、和集合、まあ、前回やりましたけども、その、まあ、足すってことですね。はい、で、足した部分がまあこの範囲だと。で、この範囲の重心を求めると。まあ、この重心はまあ適当にやってるんですけども、まあ大体この辺かなと。で、まあ、重心を求めて、その重心の運動時間、まあ、つまり横軸ですね。なんで、この辺なんで、まあ大体まあ0.5と2の間で、まあ0.8ぐらいかなみたいな感じで、まあ運動時間を求めるということになります。はい、まあ、これがですね、まあ、無駄に推論、まあ、すべてやってないんですけども、まあ、ルール1とルール2で、まあ、やってみました。はい、これをまあルール3、ルール4にも適用していきましょうというのが、まあ、無駄に推論のまあ基本的な流れになっていきます。次はですね、簡略化ファジ推論について話していきたいと思います。まずですね、全件部はファジ論理のままなんですけども、貢献部は実数となったもの、これを簡略化ファジ推論と言います。まあ、無駄に推論のその貢献部が実数バージョンみたいな感じですよね。無駄に推論の場合は、貢献部は実数ではなくて、短い、長いなどのですね、まあ、その曖昧な言葉、まあ、ファジー集合でしたけども、今回はまあ貢献部実数ということになります。はい、なのでですね、まあ、計算が多少楽になるということですね。まあ、今回、まあ、少しやっていきたいと思います。まずですね、まあ、どういうふうに計算するかっていうと、まあ、これもいろいろあるんですけども、まあ、今回はその 条件部の適用度の積を出すという形でやっていきたいと思います。まあ、具体的に考えていきましょう。まずですね、まあ、第1つ目、全件部において ANDO でつながれたファジー論理の適用度の積を求めるっていうことですよね。まあ、今回はその先ほどの通り、気温が25度、湿度が70%で考えていきたいと思います。まず、25度なんで、まずこのルール1にどれだけ適用してるか、ルール1全体の適用度ですね、を考えていくと、まず気温が高いというところにどれだけ適用しているかというと、まあ、これは先ほど出しましたけども、0.75でしたよね。で、湿度が高い、70%が湿度が高いっていうふうなところにどれだけ適用しているかというと、まあ、ここ、まあ、先ほども少し見ましたけども、まあ、これですね、ここで見ましたけども、まあ、0.66だということですよね。で、その湿度が高い0.75と湿度が、気温が高い0.75と湿度が高い0.66、まあ、この適用度の、まあ、ANDO というところで、まあ、積を考えてやる。これがルール全体の適用度だというふうにするっていうことですよね。で、まあ、これを積を出すと。で、まあ、それ全てに関して、まあ、ルール2に関しても、まあ、気温が高いの適用度0.75ですね。湿度が低いの適用度は、まあ、さっき出ましたけど0.33なんで、まあ、3分の1ということですね。で、まあ、そういうふうにして、まあ、ルール3もルール4も出していくということをしていきます。まあ、今回はルール3に関して言うと、まあ、気温が低いの適用度、まあ、25度
が、まあ、気温が低いっていうものの適用度を考えてやると、まあ、気温が低いここなんでね、で25度がここなんで、まあ、その適用度を考えた時にまあ0ですよね。なんで、まあ、その気温が低いというところはまあ0になって、まあ、適用度をかけたらですね、結局まあ0になるんで、まあ、考えなくていいということになっていますけども、まあルール3、ルール4もまあ、計算はしておくと。で、ですね、このまあルール全体の適用度に、この実数部分、まあ、先ほどとの違いはやっぱりここですよね。この貢献部が練習時間は長い短いとかではなくてですね、実数になっているというところがポイント。まあ、それがゆえにまあ計算しやすいんですよね。このルール全体の適用度かけるこの実数をかけてやる。で、それを足し合わせたものが答えっていうところなんですよね。なんで、まあ、これ 0.75×3/2× まあ実数部分の 0.5 で、次は 0.75×3/1× 実数部分のまあ1ということになります。で、まあ、このルール3ルール4に関しては、まあやってますけど、まあ、0なんでね、まあ、あんまり意味はないということで、まあ、最終的に 0.5 という、結果が、得られましたということですよね。はい、やっぱりまあ簡略化ファジー推論はその簡略化と言われているだけあってですね、まあ結構楽ですよね。万分単位推論のまあこの重心を求めるようなまあやり方からするとまあだいぶ楽だというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、今回はまあファジー推論ということで、ファジー推論のうちの万分単位推論、まあこれが一番有名ですかね。でまあ、その次ぐらいに有名なこの簡略化ファジー推論、というものについて、まあ、これ菅野の、なんとか推論みたいな感じで、まあ、調べてみたら、言われているものになると思います。はい、ということで、まあ、今回は、こんな感じでファジー推論を終わりたいと思います。はい、まあ、これ、まあ、ちょっと次回、あるか分かりないんですが、まあ、この動画良いと思われた方、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。